こちらはビフォアの状態になります。今回はピンクスパイダーを使ったトリートメントをした後に枝毛のトリミングカットをしてみました。で、使用しているのは7インチのダイバルタンのカーブシザーになります。結構表面を直接取る方もいらっしゃるのですが、そうすると下ろした時に表面に短い毛が結構できてしまって後々問題となるので、中側だったりサイドを削っていきます。 R 刃の特殊加工により中心に集まるようにコンベックスやコンケープを使いながら入れていきます。ピンクスパイダーは冷風をね、これ今冷風を当ててるんですけど、最後冷風で締めた方が効果的です。ぜひやってみてください。